長谷部氏は、日本の古代士族の一つである。有力天皇の部民として設定された、魚名入部である長谷部が起源とされる。長谷部は、有力天皇の皇居である長谷浅倉宮にちなみ、有力天皇の生活の使用に充てられた領地の管理や皇居に出資して、警備、雑用などの任に服していた人々と考えられている。長谷部氏の人物としては、厳平時代から、 鎌倉時代の武士である、長谷部新蓮が著名である。新蓮は、旧安三年一月十六日に、東都御国長優で、長谷部異伝の子として生まれ、その後に、山和国へ移住し、この江天皇、後白河天皇に仕え、佐平城に任ぜられた人物である。長氏の子祖にあたる。長谷部新蓮の子、両蓮は、 ビンゴ国上下の自投職として土着し、王仁元年の王仁の乱で、長谷部修練は、山名宗運の西軍に属し、その小種連は、英正八年の船岡山の戦いで打ち死にした。戦国時代に入り毛利氏の影響力が大きくなって、くると、当主の長谷部元信は、毛利氏に従う。天文十四年の五福島の戦いに、長谷部元信、元連夫氏も参戦し、 先行を挙げている。穴水町役場公式ウェブサイト内、マイモンの里穴水観光ガイド、萩半伐越六館127岡中米。ありがとうございます。